カルビネは、フランス、オーベルニュローヌアルプチ域圏、県、カンタル県の旧コミューン。シャテニュリカンタリエンの地方の中心に位置する村で、カルビネという名は、ガロローマ時代のローマ化されたガリア5名カルビネスから、派生したとみられる。かつては強力なカルラ支社支配下の、城代が治めるシャトレニーであった。支社に言われて独立した行政区となり、カルビネは、もはや領主支配下の、 小さな大官区ではなくなった。1261年、ウスタシュド・ボマルシェは、オーベルニュ参幹部とポワトゥーの出自長官区の大官となった。彼は、カルビネ領主であるマリーヌとビグルーと結婚したため、妻の権利として彼も領主となった。彼は、アルフォンスド・ポワティエの進化であった。そのため、1268年には、大きな要塞が建設された。 1330年に教会が建設された。カルビネは、その後、ブルボン家の領地に加えられたが、フランスは一世の時代にお領に併合されている。15世紀のカルビネは、ユグノーが所有する重要な土地となった。総督であるドラ・トゥール・ドーベルニュー家のトゥレンの社区の影響を受けたのである。なんとの直霊は、1598年に、 この特別なユグノーの画像について報告している。直霊の廃止は、リシュリューの命令によって城を破壊する原因となった。カルラデス伯爵の称号とともに、カルビネ断尺の称号は1643年以降、モナコ大公が所有した。このフランス貴族の称号は、断系の着出のものでなければ継承できないため、 1949年のルイ二世の死と共に断絶したとみなされている。2019年1月1日、隣接するコミューン、ムルジュと合併し、コミューンルーベルのピュイカペルとなった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。